文化、絆の複合拠点、みんなの森岐阜メディアコスモス、平成27年7月18日にグランドオープンを迎えました。中心市街地に広大な2階建て建築、優美で機能的な建物が作られた背景には主に3つの要因がありました。一つはこの建物が建つ司町周辺の歴史的背景、一つは今だからこそ巻き起こった市民のニーズ、そして一人の建築家との出会いです。一つ目の要因、司町周辺の歴史。近年町の再整備が進み、新たな都心ライフを展開する岐阜駅周辺地区、昔懐かしい雰囲気と新しい刺激が混在する柳瀬地区、そして司町周辺地区を加えた3つのゾーンにより岐阜市の中心市街地が形成されています。司町周辺は昔から国、県、市の行政施設、文化施設、学校施設が多く集積するシビックゾーンとしてにぎわいを創出してきました。その司町に平成16年、岐阜大学医学部と附属病院の移転によって広大な敷地が出現しました。中心市街地にこれだけのスペースができることはめったにありません。このチャンスを最大限に有効利用すべく考えられたのが複合施設岐阜メディアコスモスの建設です。二つ目の要因、市民のニーズ。それは岐阜市立図書館本館の老朽化に伴うものでした。昭和33年に完成した当時は東海一を誇った本館も、半世紀以上が経ち老朽化が目立ち耐震化問題も浮上、また20万人以上の133自治体中図書館の面積は116位、蔵書数113位、建て替えが求められるようになっていました。平成16年に岐阜大学医学部等跡地をどのように利用すべきか市民意見を募集したところ、視聴者と並んで図書館を望む声が多く集まりました。そこで地、文化、絆の複合施設で学びと情報発信の静かなにぎわいが目指されることになりました。そして3つ目の要因、建築家との出会い。複合施設の建設にあたり設計者に選ばれたのは世界的建築家伊藤豊雄さんです。伊藤さんはメディアコスモスの模型を持って小学校を訪ね、子どもたちの意見に耳を傾け、寝転がって本が読める図書館、お年寄りに優しい図書館といったこれまでにない図書館が設計されることになりました。司町、市民のニーズ、建築家、この3つの要因が揃った今だからこそみんなの森岐阜メディアコスモスは誕生したのです。基本設計が出来上がるとシンポジウムを幾度か開催して、その内容を多くの市民に伝え、さらに深めていきました。平成23年8月には東京芸術大学の北川原敦教授をコーディネーターに、市民代表や有識者を交えて行われ、平成24年11月には岐阜大学の林正子副学長をコーディネーターに、教育評論家の小木直樹さんを特別ゲストに迎え、メディアコスモスの可能性について話し合われました。こうした中でみんなの森岐阜メディアコスモス建設への機運が高まっていきました。建設は平成25年6月にスタート。芝生の剥ぎ取りに始まり、桂並木の整備、本体の基礎工事に次々と着手していきました。
特に桂並木は建物が完成した時、美しい緑の森が出来上がっているようにと一足早い着工です。平成25年7月31日には起工式に続いてみんなの森フォーラムが開催されました。3つの機能を持っておりまして、一つは絆の拠点、 NPO 法人あるいはボランティア活動をされる皆さんがそこからいろんなことをやっていこうと。からもう一つは文化の拠点、皆さんさまざまな芸術あるいは文化等にいろいろと励んでおられると思いますが、そういうものの発表の場としてギャラリー機能も持たせようと。そして3つ目が知の拠点といいまして、まさに図書館、本当に知的な雰囲気の中でいろんな勉強をしていただければと、こんなふうに思っております。フォーラムに先立って、この年の5月、建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を受賞した伊藤豊雄さんに、細江重光市長より花束が贈呈されました。フォーラムでは新しい図書館の利用について意見が交わされました。どんどん入ってきていただければと。とにかく岐阜のど真ん中ですよね。でよくぞこんなに土地がこのご時世にあったっていうのも、これまたちょっと巡り合わせだと思うんですけども、主人公は市民、その人たちがどうやって作るかを考えなきゃいけない。これからのなんか街づくりってもっとちっちゃいことが群発するっていうことをイメージして街づくりをやることが大事じゃないかと。その子どもにとって居心地の居場所を作れるかどうかっていうのは、まあ、その少子化対策の第一歩かなっていつも思うんですよ。ああそうですね。ここで学んだことを図書館の外あるいはその地域へ入ってですね、さらに連続的に今できるような、そういうものを作っていかなきゃいけない。だからそのための仕掛けをですね、私たちは裏で、まあ、その存在感をあんまり出さないで、まあ、やっていくっていうことが大事だろうとこういうふうに思いますね。本体工事よりいち早く着工した桂並木は、桂のほか荒かしや山桃などの植栽、せせらぎ作り、ベンチの設置、石張りをイメージした歩道作りと着々と整備が進み、平成25年12月7日歩道部分が完成し、せせらぎの並木テニテオと名称も公募で決まり、通り染めが行われました。歩道では大道芸や路上ライブの披露、軽食コーナーもにぎわい、メディアコスモス完成後のにぎわいをイメージさせました。また日比野克彦さんプロデュースによる願いの葉っぱには、メディアコスモスでどんなことがしたいか、どんな場所にしてほしいか、大人から子どもまで願いを書き込み下絵に貼り付けていきました。そして最後には大きな願いの木が出来上がりました。平成26年に入り、本体の建設は一番の難関、木造屋根の木組みに取り掛かりました。誰も経験したことのない構造だけに、まずは実物大の屋根を一部試験的に組み立てるモックアップを作り、その経験を生かして本体工事に臨みました。それでも木組みには6月初頭から9月末までおよそ4ヶ月を要しました。平成26年には2つのイベントが行われました。7月19日から21日までの3日間、完成を1年後に控えたプレイベント、岐阜メディアコスモス 3days、 多くの市民が合唱や演奏、ダンスを披露し、メディアコスモスでの活動に期待を膨らませました。11月22日には市民交流の結晶、コスモスする、メディアコスモスを大いに活用しようとする市民たちが、せせらぎの並木テニテオを使って所狭しとさまざまなイベントを繰り広げました。そして夜、テニテオイルミナードと題してライトアップが行われました。
みんなの願いが書き入れられたキャンドルバッグも壁に並びました。9月の末、木組みは完成。美しい幾何学模様が現れました。屋根の支えも外され、2階の天井にもその幾何学模様を見られるようになりました。その後屋根は防水シートなどで覆われ、換気口もついて天窓も完成。その真下2階部分には図書館のもう一つの特徴となるグローブが吊り下げられていきました。こうした開閉式の換気口と天窓、グローブといった独特の構造は、快適な読書環境と省エネを目指したものです。地下水を取り込み、床下を循環させて冷暖房に利用。室内の空気は壁のない部屋の中をゆっくりと循環。温まった空気は夏場は換気口を開いて外に逃がし、冬場は換気口を閉じ、グローブの中を自然循環させることで快適な温度を保ちます。天窓から外光を取り入れ、照明は極力少なくし、ソーラーパネルや収熱パネルを利用することで、従来の同程度の施設に比べ消費エネルギーを2分の1に抑えるシステムです。平成27年1月、建物を覆っていた囲いが取り払われ、美しい外観が初めて姿を現しました。そして2月の末には建物が完成、備品が運び込まれ始めました。メディアコスモスの建設を受け、3月29日旧岐阜市立図書館本館が閉館しました。半世紀以上にわたって市民に親しまれてきた施設だけに、子どもから大人まで多くの市民が名残を惜しみました。よろしくお願いします。そして閉館セレモニーでは、石原哲也館長から初代中央図書館館長に就任した吉成信夫さんに南道文庫が引き継がれるとともに、市民とともに歩む精神もまた新たな図書館に引き継がれました。みんなの森岐阜メディアコスモスの工事もいよいよ最終段階。みんなの広場カオカオの整備と、せせらぎの並木テニテオの最後に残された桂並木の植栽が進められました。それと並行して旧本館から本の引っ越しも進められ、5月24日にはメディコス探検隊と題したイベントが開かれ、およそ70人の市民が参加して中央図書館の中を探検しながらスタンプラリー。そして本の背番号をヒントに500冊ほどの本を棚に並べていきました。そして7月、全ての工事が終了。平成25年6月の建設開始からおよそ2年1ヶ月をかけ、ついにみんなの森がオープンしました。みんなの森岐阜メディアコスモスの名誉館長には、ノーベル物理学賞受賞者の増川俊秀さんが就任しました。本というのは未知の世界へ誘ってくれる、今の若者はこんなところで勉強できるんだからいいなと思って羨ましく思っています。市民の皆さんのご活用によってですね、素晴らしい施設として皆さんに喜んでいただけることを心から期待をしているというわけであります。絆の拠点エリアには市民活動交流センターとして貸し出しスペースや各種スタジオ、そして子どもの部屋や国際交流のためのスペースなどが設置されました。文化の拠点エリアには間仕切りが自由にできるみんなのギャラリー、ガラス扉を開けば円形となる広いドキドキテラス、最大230人が収容でき、公園のほかに
音楽イベントにも使えるみんなのホールが備えられました。そして地の拠点中央図書館、座席数910席、収蔵可能図書90万冊、大都市の図書館にも引けを取らない規模を誇りながら、寝転がって本を読める親子のグローブ、中高生が勉強するためのグローブなど、個性的な11のグローブ、窓辺のスペースやテラス席、金華山を眺められるテラスなど、さまざまな読書環境が整えられたユニークな図書館。壁がなく本棚も低く、人と人が顔を見合わせることができる何気ない交流を大切にした、他に類を見ない図書館が誕生しました。どうぞ。平成27年7月18日ついに開館の日を迎えました。小雨にもかかわらず大勢の人たちが来場しました。またオープンの3日間、開館記念イベントみんなの森のふむ、どき、わいが開催されました。日比野克彦さんプロデュースによるみんなのアート、タブレット端末で作った絵が効果音とともに大画面で動き出す音の宇宙、手に手音カオカオを使った食と音楽のコラボレーションビートなど、さまざまなイベントが館内外至る所で催されました。さらに開館記念の一環として、細江重光市長、設計者の伊藤豊雄さん、名誉館長の増川俊秀さんによるふむふむトークも開催され、みんなの森岐阜メディアコスモスのオープニングは盛大なものとなりました。それだけにここに集まってくる人にとっては予定外の体験があるんだと僕は思いますけど、客観的には極めて評価高い町ですから、まあ、市民の皆さんもですね、この施設でみんなの森岐阜メディアコスモスでですね、もう一度自分たちの持っている力を再認識すればですね、素晴らしい町づくりがこれからもできていくと、こういうふうに思います。地、文化、絆の拠点みんなの森岐阜メディアコスモス、人こそが最大の資源であり、未来を切り開く人材を育むため教育立志を掲げる岐阜市、そのシンボルとしてのメディアコスモスの建設物語はここまで。これからここでどんな出会いがあり、どんな物語が紡ぎ出されていくのか、その主役は市民へとバトンタッチされました。